タイソンチャンネルで僕らは育った、タイソンチャンネルの子供たちだ。はい、タイソンチャンネル、タイソンチャンネル始まるぞ。パラッパラパラッパラララララ、はい、ありがとうございます。今回のねスペシャルゲストはね、大川広志さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、もう説明はあんまりいらないと思うんですけど、まあ、幸福の科学、大川隆法師の、まあ、長男さんということでね、はい、はい、で、たまたまちょっと前にね、イベントがありまして、そこで広志君と初めましてね、はい、そうですね、お会いさせてもらって今回のちょっとコラボという形になったんですけど、やはりそうでしたか。反応するんじゃねえよ。ちょっと先に宣伝しておきたいんですけど、これ広志君が書いてる本なんですよ。こっちがまず幸福の科学との決別って言って、これが広志君の、まあ、反省というかね。そうですね、生まれてから幸福の科学と縁を切るまでのことでございます。まあ、ちょっと自助伝的な感じなのかな。はい、でもう一個が神になりたかった男っていう、ちょっと見えるかな、これはもうお父さんに。そうですね、龍鳳の、はい、まあ、去年死んだんですけども、はい、龍鳳の人生を息子が振り返るみたいな。なるほどなるほど、はい、これちょっとね皆さん、自分こっちは読んだことあるんですけど、こっちはちょっと あのまだ読んでないんで、はい、これおすすめです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということでね、まあ、何喋ろうかなとかね、いろいろ思ったんですけど、まあ幸福の科学についてだったり、その大川隆法師に対することだったりとかっていうのは、多分もういっぱい語ってると思うんですよ。そうですね、いろんなところで多分語ったりしてると思うんで、はい、それもなぞっても仕方ないんで、なんと1月ですね、はい、ちょっと自分もあることで逮捕されまして、でちょっと広志君もね、そうですね、はい、逮捕された時が実は本当です、本当です黙れこの野郎。この時期がもうほぼ被ってて、そうですね、たまた本当に偶然なんですけど、俺が1月10日にパクられたんですね。で、広志君が1月17日です、ね、17日ですね、はい、報道では19日ってなってるんですけど、はい、実際には17日にパクられたんですね、はい、で俺は10日なんですけど、で俺パクられて7日で出たんで、ちょうど10だから俺が出たその日に今度は、そうですね、入れ違いっていう感じで、はい、まさかの、はい、っていうのがあったんで、なんかちょっとそういうちょっと逮捕された時の、はい、と、まあ、トークというか、はい、逮捕ってちなみに初めての経験ですか。はい、初めてですね。初めてです、はい、本当にだから、まあ、寝耳に水だったというか、まあその今まで裁判は結構やられたことあって、はい、民事裁判で、はいはいはい、その今回捕まったのが名誉毀損罪という罪だったんですけども、はいはいはい、民事でそれこそ父親の大川隆法から、うん、たくさん訴えられて、ですよね、2億2000万円ぐらい訴えられたんですけど、どうなんですか、その実の親父から、はい、その訴えられるっていう、その普通ではちょっと考えられないあれじゃないですか。そうですね、この感覚ってどうなんだろう。まあその父親は結構まあ幸福の科学っていう宗教をやってて、他のまあそのいろんな対立するまあメディア、まあ週刊誌とかに結構バンバン裁判を打ちまくってて、で俗に言うスラップ訴訟っていう、すごい大きな額の裁判を起こすことによってその相手を萎縮させるみたいな、まあ、っていうのの、まあ、生みの親って言われてるんですけど、まあ、他のところにやってるのは見てたんですけど、まさか自分にまでやってくるとは思わなかったんで、そうですよね、しかも個人ですよ、もう個人でそれになんかその教団全部ね、はい、まあ、信者数、まあ、約1万3000人ぐらいいますけど、それで一人を潰しに来るんかっていう感じで、大人げないなっていう感じでしたね。ちょっとそれは俺もいろいろね、広志君が出てるチャンネルとかも自分も見させてもらったりして、ありがとうございます、その流れ知ってるんですけど、すごいなと思って、なかなかそんなことないですからね。いや、なんかもっとなんか裁判とかやらずにもちゃんと話し合えば、ね、解決できたことはあったと思うんですけど、ですよね、親子なんだから、はい、と思うんですけど、
まあちょっと特別な環境ですよね。まあそうですね。うん、あ、なんですか、ちょっと分かったよ。あの、ひろし君から見て、これだけちょっと聞きたかったんですけど、はい、結局大川隆法氏とは何だったのか、何者だったのかっていうのを、はい、一言で言うと、どういう人だったんですかね。そうですね、まあ、一言で言うと、まあまあ、こじらせちゃった童貞陰キャみたいな感じですね。いや、なんかその、まあ、結構その、まあ、東大法学部を出てるんですけども、ですよね、はい、まあ、なんですけども、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと待って、こじらせて。結構コミュニケーション能力にかなり難があったみたいで、え、そうなんですか。はい、友達がもう本当に一人もいなくて、私もその、まあ、父親が33の時に生まれてるんですけど、はい、父親も友達と名乗る人に一人も会ったことがなくて、まあ、全くもうずっと家に引きこもってひたすら本読んでるみたいな感じでした。まあ、友達ゼロで、はい、で、彼女も33歳まで行ったことがなくて、なるほど、で、初めてできた彼女が母親なんですよ。なるほど。そうだったので、もう全く友達もできず、まあ、彼女もできずっていうので33までで学歴だけあってみたいな感じで、はいはいはい、会社とかも、まあそのまあ、結構いいところの商社に行ったみたいなんですけど、まあ、そこでもやっぱその人間関係がうまくいかなくて孤立しちゃってっていう、まあ、それで結局辞めちゃったんですけども、まあ、そういう感じだったので、まあそのまあ、学歴だけあるけどその人間関係力が極端に低い陰キャみたいな感じなのが、まあ、ちょっとその、まあ、ある日降りてきちゃってみたいな感じで、まあ、神になっちゃったっていう感じですかね。はいはいはい、このね、ゴッドシャイド。これがまたセンスあるよね。もうまんまですからね。はい、そっかそっか、なるほど。あ、もうじゃあお父さんに対する感情っていうのは、はい、どうなんですか。例えば普通に嫌いなんですか。そうですね、去年ちょうどだから1年前ぐらいなんですけれども、はい、3月2日ですかね、2023年のに、まあ、死んだんですけれども、はいはい、その死ぬまではもう死ぬほど、まあなんていうか、もう絶対殺してやりたいぐらいまで、まあ憎かったですね。まあ、もちろん、まあ、2億2000万円の裁判とかもあったんですけど、他にも、まあ、結構意地汚いことをたくさんやってきたんで、まあ、YouTube のチャンネル潰してきてとか、僕チャンネル 3回バンされてるんですよ。あ、そうなんですか。今のチャンネルって4個目のチャンネルでとか、まあ、なんか信者さんを家に突撃させてきたりとか、そういうこととかもやってきてたんで、まあ、本当にこれどっちかが死ぬまでこの戦いって終わらないなと、まあ、思ってて、まあいつまでやるんだろうって、まあ、思ってたんですけども、はいはい、そしたらまあ向こうが、まあ、66歳ですか、若いですよね。そうですね、まあ、まさか、うん、なんだかんだあと15年20年は生きるかなと思ったんですけど、まあ、コロッといっちゃったので、まあ、なんか死んでからはなんか それまであった憎しみとかも絶対もう、まあ、ぶち殺してやるみたいな、そういうのとかもうなくなっちゃって、なるほど、まあ、なんていうか、まあ、最後も、まあ、コロナウイルスをこじらせて死んじゃったみたいな感じだったので、はいはい、まあ、病死というか、まあ、まあ、まあ、罰は受けたは受けたかなっていう、まあ、志半ばで苦しんで死んだので、でなっちゃうともうそれ以上なんか攻撃してもちょっともう、ね、死人に口なしじゃないですけど、思ったんで、そこからは、まあ、その憎しみとか、はいはい、怒りの気持ちっていうのはスーッと落ちていて、今はもう全然全くないですね。あ、もう何も思わないみたいな。そうですね、はい。あ、すみません、ちょっとここひろし君の経営してるバーなんですけど、はい、バー3代目3代目です、はい。お前うるさいよ、なんなんだよ。そうだなと思いました。あのバー3代目って赤坂にある、はい、ところなんですけど、はい、ここはもう今4年目でした。4年と3ヶ月ぐらいですかね。あ、はい、そうなんです。皆さん ここもね、あの概要欄にちょっと住所が貼ってくれて、ありがとうございます。ぜひ皆さん利用してください。埼玉市にある看板制作株式会社ラットクルーさん、イベントサイン、看板サイン、グラフィックデザイン、ホームページ、LP 制作、看板のことなら何でもご相談ください。よろしくお願いします。キッズ用品アンクレー、育児のためのブランドです。お手頃価格で販売中なので、概要欄からチェックをよろしくお願いします。ありがとうございます。で、ちょっと、パクられた時の話。はい。あの、何警察にパクられたんですか？滝野川です。滝野川。はい。自分の埼玉の浦和ってところで浦和警察ってところだったんですけど、はい、あの自分って、はい、またまあ有名人とかいろいろ理由があると思うんですけど、絶対一人部屋なんですよ。あ、独房なんですね、やっぱり。そうなんですよ。あ、違いました。あ、ザッキュでした。あ、マジですか。これね、はい、あのザッキュの方がいいっていう人と、あのドッキュの方がいいっていう人は結構意見分かれるんですよ、うん。で自分ちょっと恥ずかしながら、もう多分15回ぐらい人生で逮捕経験あるんですよ。多いですね。そうなんですよ。逮捕歴は結構あるんですけど、でも雑居だったのって20歳の時、あ、少年の時と20歳の時に捕まった時以外、
それ以外あと十数回、はい、全て一人部屋なんですよ。あで一回聞いたことがあって途中に、はい、何年か前に、はい、なんで俺いつも一人部屋なのって言ったら危なっかしくて喧嘩するそうだから、あ今揉めそうだからみたいな。あで最近はもうちょっとこうまあ有名人じゃないですけどっていうのもあるから一人部屋っていうことになってるらしいんですけど、だこれ分かれるのが一人部屋、別に俺は一人部屋全然いいんですよ、はい、結構神経質なんで、はい、あんまりわけわかんない人と、ああね、なんかいますよね、はい、まあ喋れない、誰でも喋れないのはきついですけど、あんまりわけわかんない人と生活共にするとか、なんていうんですか、ちょっと友達ん家とかに泊まりに行っても夜眠れなくなっちゃうようなタイプなんで、一人なんか落ち着くんですけど、でも一人部屋嫌だっていう人も結構多いじゃないですか。はい、喋れないとか、うん、いますね。どっち派ですかね。いや、どうですか。私まあざっくだったんですけども、はい、結構そのまあどんな人がいます。結構パンチ効いたのに結構います、ね。いやいましたね。私の部屋にはいなかったんですけど、隣のあの両サイドには、はい、あのまあヤクザの親分みたいな、それこそもうあのここからここまでも全部びっちり、まあ、びっちり入ってるみたいな。はいはい、でも話聞くと、まあ、何々会の現役ですみたいな、はいはいはい、うん、でも差し入れとかも、もうあの子分たちがめっちゃ持ってきてて、本がもうこれぐらいの高さでドンドンドンって3つ、はいはいはい、山あってみたいな、まあ、そんな感じの人とかもいらっしゃって、うん、でも、まあ、僕はわりかし、まあまあ、部屋がちゃってあるじゃないですか、うん、そのなんか同室の部屋あの人がなんか当たりか外れかみたいな、はいはいはい、まあ、そんなに外れなかったのかなって。あ、そうですか。うん、まあ、一人、まあ、役中の人がいて、まあ、その人が結構、うん、なんていうか距離感がバグってて、まあ、なんかそのひたすら話しかけてくるし、プライベート あの情報とかもずかずか踏み込んでくるし、ね、ちょっとしんどかったですけど、まあ、でも、はい、でもひろし君ってもうね、こうやってメディアとか出て、はい、もう有名に分かってると思うから、知ってる人ももちろんいたんじゃないですかね。まあ、そうですね、まあ、なんかびっくりされますね。どうしたの、なんで入ってきたのみたいな。そうですね、まあ、なんで捕まったのっていうのが、うん、まあ、ちょっとしばらくいると、まあ、そういう話になるんですけど、まあ、名誉毀損罪っていうので、うんうん、なんでみたいな。で、まあ、ざっくり概要を、まあ、説明したら、そんなことで捕まるのみたいな、あ、話で、聞いたことないよ、まあ、その一緒の部屋にいた人で、まあ、そのもうな、まあ、何回か入っててっていう、まあ、人がいたんですけど、それで捕まった人って初めて見たみたいな、うん、まあ、だったんで、かなり珍しいケースだったみたいで、そんなんで行かれるのみたいな。なるほど、なるほど。まあ、自分もそうなんですけどね、自分も一応脅迫っていう名目で逮捕されたんですけど、2年前の出来事を、たかが一言殺すぞって電話越しで言った文言を、それだけ書かれたんですよ。あの僕が発見しました。はい、結構、まあ、ちょっと強引な逮捕だったというか、まあまあ、いろいろ裏もあったんですけど。なんか今、そのあれですよね、多分捕まえなきゃ、捕まえようっていう理由が何かあったんですよね、きっと。そうです、そうです、うん、はい、ちょっといろいろ、まあ後でちょっと、はい、カメラ内でちょっと説明します、ね、はい、ちょっといろいろ、いろんなものが動いちゃって、はい、ちょっとね、まあ見せしめというか、やられたんですけど、そうか、そうか、そうかなと思って、こいつ、これ何なの、なんでこれ、これ、シリがずっと作動してるんですよ、多分。あ、そういうことか。うん、止められないのかな。で、そっか。だから雑居の経験がいい。その、まあ、少年はまあ置いて、二十歳の時に1回しか6人目だったんですね。はい、あんな狭い部屋に。はい、ぎゅうぎゅう詰めでもうすっごいストレスでしたね、俺。で、やっぱいろんなやついるんで、うん、それこそね、ポンチューのやつもいるし、うん、それこそヤクザの現役の人もいるし。はい、で一番その時確か俺二十歳入った時ってみんな年上だったから気も使うし、ああそうですよね、はい、結構だから今でもうそこからずっと一人部屋ですけど、まあ一人のような結構言われるんですよ、一人って超きつくないとか、うん、全然俺もう天国みたいな感じすごいその境地まで行けるんですよ、地獄から入るとそうなんですよ。はで割と自分あのおまわりさんが例えば留置家のおまわりさんとかでも、はい、若いおまわりとかで、うん、徳山大将さんファンですっていう人いるんですよ。ああやっぱまあそうですよね、いるんですよ本当に、うん、でなんかあそうなんだ、でちょっと暇つぶしに「おい」っつって呼んで「ちょ来いよ」っつってで来るじゃないですか、はい、俺の部屋の扉の前まで、はい、でまあだからそういうファンですっていう若いおまわりをもう
見つけたら、そうよ、おい、ちょこいっつって呼んで、もう何でもない世間話を、暇だから、もう2時間ぐらい付き合ってくれるんですよ、ね。で、向こうは、はいって。なんか、どっちが、立場が逆みたいになっちゃって、ね、本当にガチで本買って読んでます。お本当にね、割といるんですよ。あ、いいですね、それ。でもじゃあ、そういう対応とかすごく多分、めちゃくちゃ丁寧になりますね。そうなんですよ。あ、結構、割と、あの対応はね、多分普通の人なんかよりは、うん、いい待遇だと思うんですよね。ですよね。だから20歳の時に別れた時の隣の部屋か、はい、思いっきりポンチョのやつがいて、はい、すごかったですもんね。もう暴れまくって、あ、うん、でもう目とかもずっと多分抜けてないんでしょうね、まだ、うん、薬が、はい、ずっとちばしってて、で昔って今はタバコ吸えないですけど、昔タバコ吸えたんですよ、はい、あ、そうなんですね。取り調べの時とかもタバコ吸えたりとか、で朝も運動ってあるじゃないですか、はいはい、あの時も朝2本タバコ吸えて、あ、そうなんですね、はい、今は完全に吸えないですけどね、うん、だけどいつも俺パクられたら、おいっつって監視呼んでどうしましたどうしましたって来るじゃないですか、ちょタバコくれとか言ってもういつもなんか難癖つけて、いやタバコダメですよとか言って、いいから一本ぐらいいいだろうとか言ってもすごいな、考えらんないなあと絶対って言ったらあれですけど、ほとんど YouTube ほとんどあるのが、はい、やっぱストレス溜まるじゃないですか、はい、うん、パクられてて、はい、不自由で、だからやっぱりどうしてもおまわりに当たっちゃうんですよね。うん、でおまわり呼んで話してる時に口論とかになって、うん、頭きて、あの鉄格子の扉、はい、思いっきり蹴りまくったりとか投げまくったりとか、もう拳とかズタズタになるまで、うわーみたいな、もう暴れまくるんですよ。そしたらもう警報器みたいなのビーンとか鳴らされて、すっげえおまわりバーってもう何十人も来て、あの保護室ってあるんですよね、はい、留置所の中の、はい、保護室っていうのを絶対にボールぶち込まれるんですよ。でそこはもうこういう壁とかがゴムになってて、はい、読んで24時間監視カメラがついてて、おでトイレも何て言うんですか、あの赤ちゃんのおまるみたいな、あるじゃないですか、はい、だから全部監視された。で薄暗い豆電球で、だから要は自殺防止のために、あ、なるほどですね、はい、あの壁とか投げてももうペチャンペチャンみたいな、うん、そういうところに、まあ、しょっちゅうというか毎回のようにぶち込まれるんですよ。はー、暴れまくっちゃってすごいですね。いつも言われますもん、お前どんだけ元気なんだよお前なんかその留置所のなんか下のフロアかな、はい、なんかにその酔っ払った人とかが連れてこられる部屋みたいなのがあって、それでたまになんかその深夜3時半とか4時ぐらいとかに、はい、まあ、連れてこられた人がもう壁ドーンドーンって蹴ってるのが、その地響きみたいな感じで、その聞こえてきて、ね、そうそうそう、1時間ぐらいとかずっと蹴ってるんですよ、ね、そうなんですよそういうやばいやつがぶち込まれるのが保護室なんですけど、あ、なるほどなるほど、なんかうめき声だけ聞こえるんですよ、ちょっとやばいなみたいな。いや、すごい、まあ本当にね、そういう世界なんですよ、日常っていうのは。そうなんですよ。え、で結局判決っていうか、そういうのはどういう決断だった？まあ結局まあ22日間マックスいて、あ、マックスいたんですか？マックスいました。で、まあ和解不成立で、はいはい、罰金30万円の有罪判決と。あ、和解不成立。はい。なるほどなるほど。22マックスか。マックスですね。はい。どうでした？長かったですか？いやー、もう本当に初めての体験じゃないですか？初めてですね。いや、もうとにかく最初の方とか何が起こってるか分からなくて、もういきなりもう朝10時半にピンポンって来て、あ、なんだろうって思ったら、アマゾンかなって思って、来たら、なんかこのインターホンとかで、はいはい、あれ、滝野川警察署ですけど、大川さんですよねとか言って、うん、えって思って、え、いや、すみません、何の件ですかって言ったら、はい、あ、開けてくれないですね、じゃあこちらから行きますねとか言って、ウィーンって、そのオートロック、たぶん鍵を最初から持ってたみたいで、うんうん、はいはい、でもうウィーンって開けて入ってきて、で部屋の前まで来て、それでもう部屋の鍵もガチャって開けて、で、チェーンロックだけ買って、ガチャ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 、開けてくださいとか言って、やべえ、これ家壊されんぞって思って、これはまずいと思って、もうチェーン、外したらドドドドって10人ぐらいで、うん、はい、今から差し押さえします、何もされません、はい、携帯募集します、はい、何もしないでくださいみたいな、うん、でもそのまま踏み込まれて1時間ぐらい部屋の中まさぐられて、あ、同じだ、
で、まあ、これと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 これ持ってきますみたいな感じになって、あのサインさせられて、そしたら逮捕状出てるんで、じゃあ逮捕しますって手錠をガシャンって叩いて、で11時36分確保っつってでもそのまま腰につけられて運ばれて、もうそのままずっとですね、何なんだろうこれはみたいな、もうそうだから、それでいつ出れるかとかも全然わかんないし、弁護士に聞いても、ね、あの最速で、まあ、2、3日って言ってるけど、でもわからないわからないみたいなこと言ってどうなるのみたいな、そうですね、で何もかも初めてです、ね、そうですね、あれが一番きつくないですか、あの、まあ、逮捕されて、はい、次の日に警察に、はい、行くじゃないですか。あ、はいはいはい、あれきつくないですか。きつい、知見マジきついっす。知見マジきついっすよね、朝から、はい、こうみんなで、はい、行くんですよ。でマイクロバス乗せられてね。そうそう、バス乗せられて、で、あの狭く苦しいところに 何人も入れられて、こうずっと一日じゃないですか。そうそうですね。自分が終わっても帰れないんですよ。全員が終わらないと帰れないんで、ずっとこうだったもうなってて、でもそれも自分なんかはリップタイプなんで、はい、一人で、あのもう何ですか、みんな、あのバス乗らないですよ、自分。ああ、単独で。単独なんですよ。うわあ、なるほど。で終わったらもう。自分が終わったら、もう帰らせてもらう、はい。ああ、待つ時間がないですね。そうなんですよ。ああ、あの、その、滝の側でも、その、ヤクザの親分の一人がそうですか。そうそうそうなんですよ。ヤクザの親分とかは、結構そういう待遇なんですけど、うん、自分も同じような待遇で。なるほどです。あ、それいいな。いいっすよね。いや、もうね、丸一って、その、まあ、留置室にいるときは、うん、まあ、その、なんだかんだ本3冊だけ読めたりとか、うん、まあ、寝たりとかできるんですけど、うん、その、地検と裁判所の日は、それができないんですよね。そうなんですよ。ずっとたらもう、あの、待機してるしかなくて。あれがね、ほんときつい。あとすごいそのあれじゃないですか、めっちゃ怒鳴られないですか、なんかそうっす、ああ横みんな捨てんだろみたいな感じで、超いいですよ、ね、そうそうそう、超軍隊みたいな、そうそうそう、うわーみたいな、いや大げさ抜きで本当にこんな感じなんですよ、そうそうマスバーみたいな、そうめっちゃビリビリしてて、あれなんであんなに、いや、わかんない、まあ、やっぱ大人数出てくるから暴動とか起こされたら、うん、勝たないからとかですよね、ああだからあのね、本当軍隊みたいな、やばいですよ、やばいですよ本当に。その日本語わかんないそのベトナム人かなんかがいて、はいはいはい、で何回もあの横みんなつってんだろとか言って言われてんのに、わかんないからもずっと協力して、おいとか言って本人もこんな感じで、そうですね、そう、いやでもあれはねちょっと厳しすぎる、ちょっといじめに近いというか、そうですよね、うん、あんなに どなんなくてもいいじゃんみたいな、本当そんな、そうなんですよね、そっかそっか、じゃちょっともう一回、はい、これね、あの皆さんこれおすすめなんで、あのね、ひろし君、はい、ちょっと自助で的な感じのね、幸福の科学との決別、ね、決別、はい、こちらの本と、神になりたかった男、これはお父さんに対しての内容なんで、これはちょっと自分もまだ読んでないんで、はい、ちょっと読んでみたいと思います、はい、ありがとうございます。まあちょっとまあ、ね、これは自分のチャンネルこれで一旦閉めますけど、まあ、ひろし君のチャンネルも出演しますんで、はい、皆さんそちらも、はい、あの概要欄にね、ひろし君のチャンネル貼ってますんで、そこから飛んでください。で今日はすみません、ありがとうございました。ありがとうございます。優しい餃子グルメステーション西尾具店さん、餃子の他にもカレーやお弁当などメニューが豊富なので、ぜひ皆さんご利用ください。ホワイトニングショップ恵比寿店さん、一度でものすごい効果を実感できますので、ぜひ皆さん体験してみてください。概要欄からよろしくお願いします。光る花宝優さん、ガクトさんや井上尚弥さん、飛鳥きららさんなど芸能人も多数愛用しています。プレゼントにも最適です。概要欄からチェックして皆さんぜひ購入してみてください。